おはようございます。スリコー TV です。これ、ね、ディスタイルのあのトラスター、ね、人気のトラスターに小粒なサイズが登場していたっていうことで、ちょっと前にもう発売開始していたんですけども、ちょっとね、黒色欲しいなと思ってね、いろいろね、探して、やっとね、この黒色、ブラック見つけたので、買ってきてみました。キーポンで価格は870円ね、売ってましたよ。トラスターね、これ、まあ、宇宙人ワームなんてコードネームね、付けられて、開発が進んでいたかと思うんですけども、はい、相変わらず宇宙人な感じで、あーでもね、あのトラスターの独特な形がしっかり小粒に継承されてますよね。パーツがいっぱいあるんですね。まずここの横にこういう、ね、プリプリずっと動き続ける手があって、でこのね、後ろのね、このテール、特にこの2個ね、ついでついてるここがね、ほんとなんかね、独特なクロールアクションするんですよね。こう両方でこうバタ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 っていう感じので、ここにはね、こういう、なんと言ったらいいかな、レッグワーム風なね、足がついていて、これがね、複合的にね、なんか動き続けてね、ずっとね、変なって言ったらあれですけど、アピールし続けるんですよね。で、まあね、これのオリジナルサイズの方では、ちょっとダムでね、ジグストの具とかにして使ったらね、まあよく釣れるっていうことで、で、小粒なサイズも出たら、ちょっとね、一パックはね、買ってみたいなと思っていたので、で、出しどころとしては、まあ、スモラバのトレーラーでちょっとボリュームをトレーラー部に持たしたいとき、そういうときにね、使いたいなっていうのと、まあこのまま単体でもね、例えば直リグの具にして、そのちょっとしたカバーの中に入れ込んでとかね、まあ宇宙人ワームなんで、いろいろね、使いどころはあるなね、まあ、いろんなリグに対応してるんじゃないかななんて思うんですけども、何にしてもね、ディスタイルのニッシーがね、徹底的に監修して開発したっていうね、そういうワームなので、もう琵琶湖の人気ガイドさんですからね、もう毎日のように湖上に出て、ああでもないこうでもないってね、試して試して作られたワームだと思うので、まあ基本的には琵琶湖とかでね、大活躍するっていうね、そういうワームかなって思うんですけども、まあ西ほんとリザーバーの釣りなんかもね、ものすごい得意で精通している方なので、そういう人がまあ全国で使えるようにね、いろいろ味付けして作ってくれているはずなので、まあ房総のリザーバー中心にね、ここはっていうところでね、どんどんね、投げ込んでいきたいなってね、そういうね、待望の小型サイズということで、じゃあね、重さの方も測っておきたいと思います。はい、これね、ディスタイルから新しく出たトラスターの3インチ、これは何グラムでしょうか。あー、6.5 グラムあるんだな。この前の方のボディがね、ずんぐりむっくりした感じだから、もうちょっと軽いかなと思ったけど、しっかりね、6.5 グラム、ね、こういった重さが確保されているので、あー、なので結構、まあ、単体でノーシンカーで投げることはないと思うんですけど、まあ、最近いろいろね、ライトテキサスとか、直リグとか、あとはビフテキとかね、で投げていると、やっぱりちょっと後ろのワームにも、重さがあって、トータルで、ボリュームが出て、それで投げやすさ。でまあ、結構自分ミディアムヘビーとかヘビーとか、そういう硬めの竿を使うことが最近多いので、そんな時にこの、後ろのね、トレーラー部分にもある程度の重さがあってほしいな、なんていうのがあるので、まあそういったところでもこのトラスターね、3インチ。これ単体で 6.5 とか 6.6 グラムあるから、まあちょっといろいろ好きなリグの具にしても面白いんじゃないかな、なんていうふうに思います。まあね、ちょっとどんなタイミング、どんなシチュエーションでっていうのはもうとにかくカバーとかにぶち込んで、テンポよく投げ続けて当たりを出していくって、そういう使い方になると思いますので、まあ実況動画の方でね、ちょっとせっかく1パック買ったんで、こんなところで投げた釣れたよなんていうのもね、紹介していければなと考えております。
ます。まあ、ちょっと欲しかったブラックやっとね手に入れることができたので、これでね、まあ、シルエットはっきりくっきり出して、ちょっと濁りの中なんかでもね、狡猾なパスを騙していけるんじゃないかな、そんな風に期待しております。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ディスタイルのね、新しいワームトラスターの3インチ、これどんな感じかなってね買ってきて開けてみたいな、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。